どうも皆さん、こんにちは。ドライブです。今回もシャイニングパールのゲーム実況をやっていきたいと思います。で、今回はサファリゾーンで遊んだり、このね、銀河団が何かノモス室に隠したっていうことで、その辺の調査をやっていきたいと思います。で、とりあえずね、前回見た通りサファリゾーン遊んでいきたいと思います。ここでしか取れへんポケモンもいそうなんで、500円払って取り放題。レッツゴー。500歩やっけ。なんか何歩か歩いたらあかんねんな。霧払いの技マシンだけど、俺のポケモン覚えられるんだ。だからおお、技っす。マジで来て正解やな、これ。ここは沼地か。ダウジングとかさ、なんか落ちたりすんのかな、サファリゾーンでも。とりあえず、沼地は、ウパーとか縫おうかな。あ、波乗りないといかれへんのか。やっぱウパーや。餌は泥逃げる。ボール投げてみよう。せっかくやしな。これで捕まえたらラッキー。おー、ウパーゲット。バーを捕まえたぞ。サファリゾーン最初のポケモンはウパーでした。とウパーのニックネーム、ウパー何にしようかな。ウパーはなんかもう食べ物とかお菓子系が尽きてきた。ビーンズにしよう。ボックスが来る。あ、ヌオウも出てくんねや。泥投げたろ。確か泥が捕まえやすくなったと思うねんな。餌が逃げにくくなったと思う。これ昔の仕様の記憶やから。もう一発ドロ。これヌオウ捕まえても名前何にしようかな。うわ、全然あかん。頑張れ。ほい。1、2、あー。よし、ヌオー諦めよう。最悪、ウパーを進化させたらいいしね。この泥沼地から脱出したい。よし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 。他にもいろんなとこ行きたいから、クイック号に乗るのをおすすめする。乗る。エリア3あたり行こうかな。ここも沼地やないか。1行こうか。サファリゲームはその前に展望台の2階に行く。望遠鏡を覗いてどのあたりでポケモンを探すか決めておくのコツだな。あ、なるほど。それみんな忘れたな。他のポケモンはいないのか。あのモンスターボール気になる。お、王鵬。ほい。よし。
方法を捕まえた。はい、今ねサファリゾーンから帰ってきたんですけど、まあ特に収穫は切り払いぐらいかな。あとは方法とか捕まえたよってぐらいで、そこまで珍しいポケモンも出ることはなく終わりました。なので銀河団いるんで、ちょっとこいつに我の倉庫から物がようやく届いた。そして俺は思いついた。まず湖で試そう。大事な仕事は失敗許されない。 大湿原だと邪魔が多そうだからな。聞いていたな俺の大声の一人言。本当ならポケモンを使ってひねり潰してやるところだが、俺は湖に行くのに忙しいのでさようならだ。いいか、追いかけてくるんじゃねえぞ。湖ってのはあの立志湖やったっけ、のほとりのとこ行ったらいいんかな。おるやん、ギオ。しつこいな。我々の実現、我々の実験が守備よく成功すれば、我々のボスの理想の世界が作り出される。だからお前の相手なんかしないぞ。だから決して追いかけてくるんじゃねえぞ。来たー、レーム。おっと、へへ、いつもぶつかってばかりじゃないぜ。さあ、どれポケモン鍛えてるか、お前とポケモンどれくらい強くなったか、俺が確かめてやるぜ。今、それどころじゃねえよ。銀河団追いかけないと。こいつ、あいつだって、急に戦闘始めてやがる。まだムックル使ってんの。進化させてあげろよ。進化させてあげ。炙る光線。よし。怪しいガメは、タルトでもええな、タルト。タルト育てたいから、タルト出して。あー、これはいい勝負打っちゃうか。3レベル差。火炎車。やけど、おわんか。うわ、ステルスロック巻かれた。火炎車。これ交換したらダメージ食らうようになったなぁ。噛みつく。うわ、いいダメ入る。お、回復つかまん。ラッキーラッキー。経験値おいしい。ブイゼル。ステルスロック食らっちゃうけど、ここは。金唾かな。全部の相性をつけてるよ。バック。オーケーオーケー。レームはなんでポケモン進化させないんやろ。フィーゼルも26で進化せへんのかな。ムックルが一番わからへんな。オッケー、ポニータ、ラストポニータね。これはモナカさんよ。確かにお前のポケモンは強いって。埋めなかった今、ちょっと早すぎた。ダブル光線でしまいと。ダブル光線。もうなんかレベル36。これは進化っぽくないか。なんだってんだよ、俺負けちまったよ。来い。よーし、来たー。もうなかの様子が、
た、エンフェルト。あんなに可愛いポッチャマが、こんなに、かっこいいエンフェルトになってしまった。王帝ポケモン。水上オートバイ並みの速度で泳ぐ。翼の緑は、王帝ポケモン 84.5kg 重た。これで鋼タイプが入ったから、おアクアジェット、リバルいらんかな。リバルをそろそろ忘れさせるか。まちょっとは強くなってるかもな。そこのところに驚いてうっかり負けてしまったぜ。で、お前さっきの銀河団なんだ？よくわからないけど逃げる奴は追いかけろ。ポケモン以外の逃げる奴は悪い奴って決まってるからな。だな、ドライブ。次は手加減なしだぜ。手伝ってはくれへんのか。タンポケ戦によって安全回復してから向かおう。はい、じゃあちょっとリシコ向かいたいと思います。銀河団の悪事を止めてやる。もう銀河団途中いましたね。これを作るため発電所のエネルギーを奪っていたのだ。そしてこれを作った我々のボスは科学の天才だな。ギホー、聞いていたな俺の大きな独り言。そしてしつこいな、走り疲れたぞ。でもお前の相手などしてやられないのだ。また逃げた。もうどこまで追いかけたらいいの。この先がリッシコのほとりなんで、ちょうどええ、ちょうどええ。あ、ここで回復できたな。いたいた。なんで俺はこんなに走っているのだ。ボスの言っていた新しい宇宙か。すごくワクワクしてくる。そのためにはこれを使って。ギョギョ、聞いていたな俺の声の独り言を。え、これさかなクン、もしかしてこいつ。私しつこいな、本当に走り疲れたぞ。でもお前の相手はしてやらない。めっちゃ逃げる、めっちゃ逃げる。待ってよ、すぐそこやん。なんとまだ追いかけてきたのか。湖は目の前なのに仕方ない。ポケモンでコテンパンに。もういよいよバトルか。ニャルマー、行くぞエンペルト、モナカ。覚えたてのアクアジェットを送り出してみろ。耐えられる。そして眠らされる。催眠術めっちゃ当たるやん。まあまあいいさいいさ。急所に当たってそれかい。さあもなかそろそろ起きようか。鋼タイプ入ってるから全然効かへん。メタルクロー、よっしょり。もう戦えない。それにヘトヘトだ。仕方ない。これは幹部に渡そう。せめて湖で使いたかった。何やろそれ。待って。シロナ。おや？久しぶりのポケモン図鑑の調子はどう？私は湖の言い伝えを調べに来たんだけど、今は入れないみたいね。一切のこと知ってる？湖の中に島があって、幻のポケモンがいるの。だから人は入っちゃいけない場所があるんですって。ただ話変わるけれど、君210万道路のコダックの群れを見た？あ、見た見た見た。そう、210万道路の喫茶店あるでしょ。その隣でコダックたちが寄り添って、頭抱えてるの。
これ多分動画にはしてないですけど、途中ここに来る途中でコダックが4匹ぐらいかなおって道を通らせてくれなかったんですよ。でね、コダックたちにこれを使うといいかもよ。君ポケモン使い作ってたよね。行ってみたらどうかな。遺伝の薬。私も昔図鑑を持って冒険してたの。君すべてのポケモンと出会えるといいね。どうしたら幻のポケモンの秘密がわかるかもしれないし。じゃあね。ヒロさん似たような髪型してるわ。あー、入られへんのやったらコダックのとこ行ってみるか。確か隋から上やったと思うねんな。いや、空飛ぶこっちや。空を飛ぶ隋タウンからずっとまっすぐ上。はい、今コダックの群れのところにやってきました。ここで秘伝の薬使ってみましょう。コダックたちがじっとしている。何をしても動きそうにない。秘伝の薬を使いますか。はい、ドライブは秘伝の薬を使った。コダックたちの頭痛が治ったようだ。あはみんな帰ってった。一人間違えた。かわいい。一匹間違えた。あ、通れるようになった。お、シロナ。秘伝の薬使ってあげたんだね。コダックは頭痛を起こすポケモンと知られているけど、その原因までは分かってないんだよね。そうだ、君にお願いしたいんだけどいいかな。このお守りを神田木にいるおばあちゃんに届けてほしいの。神田木に行く途中には珍しいポケモンいるから悪い話じゃないと思うけど。いいよ。古代のお守り。私のおばあちゃん、なんていうか偉そうなオーラ？こういうの出てるから分かると思うんだけど、とかおばあちゃん神田木の長老だからすぐに分かるわよ。で、場所だけどタウンマップ見れば分かるよね。じゃあね、よろしくね。またどっかで応援しましょう。珍しいポケモン俺言うてた？これ気になるな。石つぶてー。で、今回はカンナギまで行って、とりあえずカンナギ行こうか。で、そっからジムあんのかな。ヨスガか。お米いいすぐでってことは、とりあえずカンナギに行って重り渡して、ちょっと間違えた。戦うつもりはなかった。そして頑丈持ち。カンナギってお守り渡して、まあそれでどんくらい時間経ってるかによってヨスがいって無線やろうかな。時間次第。やることが増えてきたな。冒険も終盤に差し掛かってる。まだか。4個目やもんな。まだ中盤か。ここにいた。もう5個目の場所分かってるから、ちょっとスンスンいけるんちゃうかな。うお、びっくりした。忍者3人衆の1人見つかったからには勝負。ってことはあと2人おるな。あと2人も隠れておると。しかもちびっこかい。いいっすぎて。オッケー。モナカの相手ではないよな。ナイスつぶてごときが。鍛え直してこい、忍者。本日はちょっとカンナギ向かいたいと思います。来た、ついに。ようやく来た。ロールの様子が。いや、長かったな、ロールも。
あー意味ロップ、ミミロップ意外と重たい。 33.3kg までや。よっしゃミミロップ。はい、今カンナギタウン着きました。ということでね、カンナギタウンに来たんで、長老シロナの、お、なんかイベント、シロナのイベントじゃなくて、シロナの、おばあちゃんになんかお守りを渡すんですよね。遺跡の前に宇宙人みたいなのがおる。あそこには何もた、あそこには何もないのに、それに腹を立てて、爆弾を使うと言っておる。困ったものだ。わしが若ければポケモンと一緒にギタンギタンにしてやるのに。遺跡の前に、宇宙人銀河団のことか。こいつか。その前にちょっとで探索、いつも通り探索やっていきたいと思います。こういうとことか、何もアイテムないか？ちょっとどいて。ありがとう。なさそうやな。これなんや？特に調べることはできない。ここは特に何もない。灯籠どこや？灯籠。時間忘れ、修行をするために時計は必要ない。これは君にあげよう。あ、アナログ時計くれた。時計持ってね、デジタルやけど。こっちは？こっちは211バトル。また別の道か。やろう。フレンドリーショップの代わりにこの家で道具を買ったり売ったりできる。フレンドリーショップがないんか、この街は。メガネをつけると世界が変わる。メガネを外すと世界が変わる。ということで、君のポケモンの世界を変えてみませんか？おー、物知りメガネありがとう。夜はその日学んだことは物知りメガネで勉強です。物知りメガネをつけていると特殊タイプの技の威力が強くなる。お、いいね。あー、でも特に何にも売ってないって感じかな。おじいちゃんは？あー、タイマーボールってね、10個買っとこう。あ、ここ長老の家っぽいな。じゃあここを最後にして、もし天眼台に登れば神話地方全部見えるかな。神王の中心にそびえる天眼山、行ってみれば一番そこに近い場所か。天眼山か。じゃあここやぞ、絶対に。おばあちゃんがいない。どこから来たんだい？おう、双葉タウン。じゃあ、宍道湖の近くか。あの湖にはいる感情の神、エムリットが、君のことを見守ってるだろうな、エムリット。私のお姉ちゃん、神王地方の神話を研究してるの。ポケモンと人は神話が作られた時代からどんな風に付き合ってきたのか、今と同じなのか、それとも違うのか。それがテーマなんだって。え？ヒロナの妹？古い書物が置いてあるドライバー手に取って読んでみた。そのポケモンが生まれて知識が広がり、私たちは豊かになった。このポケモンが生まれて感情が芽生え、私たちは喜び悲しんだ。このポケモンが生まれて私たちは何かを決意し、行動するようになった。アグノム、ユックシー、エムリットのことかな。確かこの3匹おったよね。アグノム、ユックシー、エムリット。伝説のポケモン系はなんか覚えてるな。じゃあ早速遺跡調査行きましょう。こんなしみったれた町、何もないなら銀河爆弾で吹き飛ばす。邪魔をするというならポケモン勝負で黙らせるぜ。さあどうする？邪魔をするのか？邪魔をしてやるよ。銀河団の邪魔をするとは世界に、いや宇宙に逆らうやつだな。あ、銀河爆弾って何や？ゲハント、まあ、タルとか育てれるか、もしかして。銀河団相手やと。火炎車。
いい。タルトも早くギャロップに進化させてあげたいな。グレッグルは小豆で。ブックホークもかっこいいよなマジで。ツバメ返し。よし、強い。仕方ない、こんな何もないところどうでもいいから帰ってやるぜ。帰っていくんよ。おお、助かったよ。それにしても強いトレーナーだ。このカンナギタウンの長老として、あ、この人が長老やったんか。おや、そのお守りはちょいと見せてくれるかい。何、今頃シロナに届けるよう頼まれたのかい。ライブは古代のお守りを長老に渡した。これは昔々にカンナギで作られていたお守りでな、陰陽地方を作ったと言われる神様に捧げていたもので、今でも時々見つかるのじゃよ。そうじゃ、せっかくカンナギに来たんだ。この遺跡の中を見ていかんかね。見ていく。遺跡調査する。何もない。あー、これか。ドライバー大昔の壁画を見つめた。よくわからない模様が壁一面に描かれている。三角形に並んだ三つの何か。そして中央に光るもの。何のことだろう。おばあちゃん説明して。その壁画。そこには神がいた。それらは強大な力を持っていた。その力と対になるように3匹のポケモンがいた。そうすることで、カナエのごとく。金書保っていた。あんなに伝わる神王地方の昔話さ。そうじゃ、いいものを見つけたんだよ。これを持っておき。もともとは孫のものだけど、使ってないならいいだろうって。お、技マシン95、何？強い技マシン来い。あ、波乗り、ありがてえ。でも使えないまだ。この技マシンの中身は波乗りじゃ。大きな波を操って自分以外の周囲を巻き込んで攻撃するぞ。あとなんか孫が言ってたかな？なんだったっけ？そうだそうだ、ポケッチから波乗りを使えば、海や川の上を進めるんじゃが、そのためにはヨスガの10バッジがいるんじゃった。ま、その辺は自分で何とかしておくれ。様子が逃げと。よーし、遺跡も、行けて、カンナギも新しい町行けたっすね。え、早く見つけたいな、この3匹。ま、殿堂入り後なのかな。うわ、誰？どうもくだらない争いがあったようだ。もっと世界を見渡して大きなレベルで物事を見るべきだ。そう、宇宙のような大きさで。私の名前は赤木。くだらない争いをなくし、理想の世界を作るための力を探しているが、ここにはなさそうだ。君は天眼山であったね。何かに伝説にまつわる力を見つけたら教えてほしい。それが新しい世界を生み出すのに必要だからね。銀河団のボスやろお前。この後うろつくな。よーし、っていうことで、あんなぎもこんなもんかな。はい、というわけでね、今回はこの辺で終わりたいと思います。今回あんまりストーリー的には進めれてなかったですけど、新しい街、カンナギタウンにも来れることができたし、波乗りとかね、ゲットできたんで、次はヨスガシティの事務戦、挑みたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。